い、皆さんこんばんは、改めまして第3回ピアプロ TV いよいよスタートです。この番組はですね、初音ミクをテーマにしたさまざまな創作活動を紹介するクリプトン初の、月一の定期生配信番組となっております。はい、そして私は番組の MC を務めさせていただく、クリプトンフューチャーメディアの天野と申します。よろしくお願いします。そして自己紹介をお願いしますよ。あ、私ですか。はい、はい、同じくクリプトンフューチャーメディア熊谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかさっき、はい、噂によると何かこれを始める前に、はい、放送を万全にするためのテストをしていたって伺ったんですけど。いや、してませんよ。あ、そうですか。はい、はい、分かりました。じゃあ大丈夫。なんかありました？そう、情報ありました。なんかすでに30分放送みたいな、はい、経過みたいになってるんですけど。あ、本当ですか。でもなんかそのいや、分かんないですけど、もしかしたらなんかそのおかげで視聴者の方も結構ぐいぐい増えたのかなって思いますけどね。じゃあ大丈夫ですかね。はい、はい、本編ではこの2人で番組を盛り上げていきますので、はい、どうぞお付き合いください。もうね、3回目ですけど、はい、2回目1回目以上に盛り上げていきますからね。はい、だいぶ勝手も分かってきましたから。そうですね、はい、なんか先ほどテスト配信私は見てないんですけど、噂によるとやっていたというところで、はい、まあ皆さんのいただいたアンケートとかのご意見を受けて、まあ、今回から、まあ、ちょっと熊谷さんが放送前の時間使って、まあ、ちょっとテストするみたいな感じになってたらしいですね。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい、でもね、音量とかいろいろね、うん、毎回問題出てきますから。そうですね、はい、きちんとねその辺をクリアにしたいなという意図がもしかしたらあったのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけどね。まあ、はい、そんなこんなで、まあ、バッチリ今回は音声調整された音響と映像で、はい、本編楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひお楽しみください。はい、そうなんですよね。で、はい、先月は雪ミクの時間、はいはい、オンエアありましたから。そうですね、なんかね久々な感じがしてますよ、うん、すごく。そうですね、なんかあれですね、すごい私も勝手が分からなくってちょっとドギマギしてるところではあるんですけど、はい何がですか？え、何がですか？何の勝手ですか？なんかどんな風に熊谷さんとお話ししてたかなと思って、あー、ちょっとなるほど、なるほど、なるほど。はい、まあだんだん思い出しますよ。はい、わかりました。はい、で、なんと今日はね、あれなんですよね。あれです。もうあれがね、本当にすごくて。台本見てもらってもいいですか？あ、すいませんね。はい、はい、あれですね。はい。はい、もう忘れちゃったんですか？知ってますよ。知ってます？皆さん、今日何の日か。プロセカ1周年です。はい、なんと早いもんで1年も経っちゃったんですね。そうなんですね。だからなんか被ってんですか、それ頭に。あ、そうなんですよ。そうなんですね、何かなと思ったんですけど。そう、ちょっとご紹介してもいいですか？もちろんです。私たちが被っているこの四角い白いやつ、はい、何かと言いますと、まあスライド出ますでしょうか。もう見ていただいた方が早いですね。はい、お願いします。そう、実はプロジェクト世界1周年記念のイベントが開催されておりまして、はい、うん、まあ土日でですね、プロジェクト世界アニバーサリーフェスタというイベントに行ってきたんですよ。ははははは、行ってきたんですか？実際行ってきたんですよ。声かけられました？いや、全然。あ、もうビアプロ TV の方ですかって。あ、もう皆さんと同じプロセカファンとして私は楽しんできました。なるほど、ね、はい、はい、で、2枚目お願いします。その入場特典として配られてたのが私たちがつけてるお面なんですよ。なるほど、これ入場特典なんですね。そうなんです。へ、で、この白いのなんだかわかりますか、熊谷さん？これ多分こういうことですか？なんかあ、見えてないんですよね今それ、残念ながら。見バレしないようにするとかそういう感じですか？根元を隠す。違います、はい、これプロセカのアプリゲーム内で、まあ、バーチャルライブっていう機能があるんですけど、はいはいはい、ありますね、はい、それにこう参加するときに参加者の人がこう自分のアバターがこの白い四角いキャラクターになるんですね。あーはーはー、なるほど、はい、あれね、これあれか。そうなんです、あれなんです。で、そのアバターにこういうことなんですね。あ、そうです、そうです、はい、リアルでもこうなりきれるっていう感じですね、はい。どうなんですか、皆さん家でなってるんですかね、これね。あ、なんか家ではちょっと分かんないですけど、はい、会場では結構いろんな方がこう頭の上に乗せてくれてましたね。で、イベントもしよかったらなんですけど、ちょっとせっかくなので展示、はい、ちょっと展示の話、お話してもいいですか？いいですよ、もちろん。 あるんですか、写真とか。さらにあります。なんと、続いてお願いします。結構展示いろいろあってですね。広っ。これすごいですよね。めちゃめちゃ広い。
そうなんです。お客様が入る前にちょっと特別にあの写真撮ったものになるんですが、うん、まあ、作家さんに書いていただいた1周年のお祝いイラストが向かって左にこうバーッと並んでいるお祝いイラスト展の写真ですね。なんか見ていただいて分かると思うんですけども、本当に莫大な数というかたくさんの数1周年のお祝いイラストを書いていただいて展示させていただいておりました。すごいですね。そうなんですよ。で続いてがまだあるんですね。あるんですよ。こちらがメンバーイラスト展示の、展示になります。うわ、これ全部で何枚ぐらいあるんだろう。めちゃめちゃあるね。何枚あるんですねかね、うん、これかなり莫大だったかな。ちょっと数えてもいいですか今から。こちらですね、これまであの数えるのはちょっと後で、あ、はいはいはい、後で数えてください、はい、でも本当になんか本当に数えきれないぐらいたくさんあって、まあ、あのこちらはお気に入りの場面写を、まあ、うん、あ、イラストカードがこう展示されてて、まあ、皆さんお気に入りの場面写をなんか写真で撮影していただいてましたね。ゲームで見るのとはね、なかなかちょっと、いや、そうなんだよね。こういう画面越しで見るよりもやっぱり実際こう印刷されてるものってね、また雰囲気も違いますからね。そうですね、うん、で続いてのスライドなんですが、まだある、すごいね、はい、これはプロセカ年表ですね。これあのちょっと見えづらいんですけど、スタートの開始時点が2019年になってて、マジカル未来2019 in 東京、あったね、あったね、やったね、そこで発表だったよなみたいな。ちょっとこれ読めねえ。ちょっと後で見ます。はい、後で見てください。ではすごいずらっと年表があって、はい、続いてがその隣にディスコグラフィーの展示なんかもあります。これもまたいっぱいあるね。そうなんですよ。すごい、何曲ぐらいあるんだろう ね。これもじゃあ後で数えてみてください、はい。そして、教えてくんねんだ。その隣にプロセカネクスト衣装デザインキャンペーンブースもあり、映ってますかね、はい、はい、もありまして、ここでは楽曲コンテストや衣装デザインキャンペーンの作品も皆さんからいただいたものの中からこう、うん、ゲームに入ったものだったりを展示されておりました、はいはい。でフォトスポットも実はあったんですよ、展示の他に。おフォトスポットもあったんですけど、今映ってるこうキャラクターとのグリーディングも、すごいグリーティングですね、グリーティングもありまして、まあ、メイクをカイト、ミクのほか、今回プロセカに登場するキャラクターネネロボも遊びに来てくれて、すごいね。そうなんですよ。写真撮れるの一緒に。写真がこうランダムにこう時間帯で出てきて撮れるって感じでしたね。めちゃめちゃ可愛かったですよ。たまらんですね。最高でしたね。なんか退場の時まですごいお辞儀とかミクちゃんとかネネロボちゃんもしてくれて、めちゃくちゃ癒されました。これは充実の一日だね。はい。で、まあまああとは3DMV 応援上映会も行われてました。まあ今このご時世なんでね、ちょっと応援上映といっても声ではなくって、うん、こうペンライトを振ったりとか、その場でこう動きで皆さん愛を表現してくださってましたね。ははは、これも多分ね、今はねこれ無人の状態で撮ってますけどそうですね、いっぱい皆さんがいらっしゃったんでしょうね。はい、皆さんすごい楽しんでいただいてました。いや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 、どうですか、もう大成功ですか。いや、もう超良かったですよ。でピアプロの壁もちょっと写真撮れなかったんですけど、うん、まあ、皆さんすごいあのメッセージずっと書いて くださったりとかしてて、はい、ピアプロの壁もすごい大盛り上がりでしたね。いや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 、はい、あとは、まあ、プロヤマハさんのプロセカピアノも展示がありましたが、あ、出ましたね、とか、あと、まあ、クリプトンフューチャーメディアも出展して、うん、あの初音ミク、ソフトウェアの初音ミクを歌わせる体験ブースなんかも実施しました。なるほど、はい、これも大盛況でしたか。大盛況でした。あの普段遊びに来てくださってるファンの方もなんと会いに来てくださったりとかしてて、うん、あ、まあ、結構思い思い皆さん楽しんでいただいてましたね。もうじゃあまるっと一日楽しめた感じですね、きっとね。そうなんです。でイベントグッズもちょっといろいろ販売されてて、うん、一部実はスタジオに持ってきてるんですけど、今熊谷さんのデスクのコーン、はい、あ、これがそうなんですね。何かなと思ってるんですけどね。 それが今回発売されたパスケースですとか、はい、ね、あとその、 あのみかんジュースの奥のペンライトもありますかね。ありますかね、はい、これがパスケースですね。でペンライト、ペンライ ト、これ何色あるの全部で。これあの全キャラクター分あります。もちろんバーチャルシンガー分もありますね。あのこれが、ミニペンライトコレクションですね。ちょっと全部持ちきれるかな。ちょっと今一部持ってきたんですけど、
こんな感じです。ちょっと今抜けちゃってるのもあるんですけど、本当はちゃんとキャラクターカラーになってるペンライトで光る仕様になってたりとかもしますね。これ電気もつくるね。なんか強そうですね。そうですね、はい、電気もついて推しのペンライトを集めていただいてました。おはい。で私の方にもカメラをいただけると、はい、これが映ってないかな、映るかな、今下の25だけ映ってますかね、うん、こちらが、ロゴアクリルキーホルダーですね、うん、こういうような可愛い普段使いできそうなグッズもあれば、あとこちらですね、アクリルとかもすごい分厚くて綺麗なあのイベントビジュアルが、ね、映ってるアクリルなんかもご用意がありました。でなんかもう本当、あとタペストリーとかも本当は持ってきたんですけど、ちょっと開けられなかったこれも可愛いんで。あ、それ入ってるのね。そうなんですよ、めちゃめちゃでかいタペストリーが入ってます。じゃあ後で貼っときます。はい、貼っといてください、はい、でまあアニバーサリーフェスタ実は事後物販も予定されてるので、うん、ああよかった、うん、ね、行けなかった人も多分いっぱいいらっしゃいますから ね楽しんでいただければと思います、うん、で事後物販から登場の商品もなんと予定されているらしいです。はい、イベントグッズについてはですね、10月の9日土曜日10時から予定しておりますので、うん、まあ、詳しくは概要欄のプロセカ公式のホームページから飛べますので、はい、こちらからぜひバーチャル進化のグッズもたくさん出ておりますので皆さんチェックしてください。はい、お願いします。はい、ということでちょっと最初プロセカの1周年なんで話題に触れさせていただきましたが、はい、いや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 、もうでもね、うん、まさに本当に1周年ですからね、一緒に楽しんでいただきたいです ね、はい、ね、ゲームの方でも盛り上がっていただければなと思いますが、はい、はい、お願いいたします。はい、そして、まあ、そんなね最初から、うん、豆腐が取れた初っ端からおめでたいニュースもあったんですけど、はい、まあいい感じでテンション上がったかなと思うのでね、温まりましたね、はい、今日どんな放送ですか。はい、9月といえば、うん、秋でございます。はい、食欲なきね違う、いやそれもあるんですけ けどあるんですけど、あとまあピュアプロ TV なんでね、芸術の秋、知ってるよ知ってるよ知ってるよ芸術の秋ですよ、ね、はい、はい、にちなんだまあね、まつわるコーナーをたくさんドドドンと盛りだくさんでお届けしていきたいなと思っております、はい、本日のお品書きスライドをお願いします、うん、はい、はい、ピュアプロ TV は初音ミクの創作にまつわるさまざまなコーナー企画を用意しておりまして、本日全部で3コーナー予定しております。まずボカロレーベルカレントから楽曲を紹介するカレント楽曲レコメンド、さまざまなクリエイターさんインタビューするクリエイタートークが3番目にあるんですが、今回新たにピュアプロのイラストを紹介するコーナーピュアプロアート約10選がスタートいたします。新コーナーがありますか。はい、そうなんですよ、なんか芸術の秋なんでね、アートにちなんだコーナーやりたいなみたいな。そう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 、そういうコーナーあってもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、ついに来ましたか、はい、ついに来ました、楽しみです。はい、はい、ということで、そしてですね、本日の放送でも、うん、毎回恒例、グッズの当たるプレゼントキャンペーン実施予定となっております、はい、あで最後もあれですか、はい、ちょっと3つありましたけど、はいはい、紹介しましたっけ、今3つ目のコーナー、あ3つ目紹介しました、あしました、はい、あ分かりました、すみません、はいはい、失礼しました。で、はい、グッズの当たるプレゼントアンケートも実施予定となっております、はい、でぜひ最後までご覧いただいて素敵なプレゼントをゲットしていただきたいなと思います。はい、でプレゼントアンケートの URL なんですけど、うん、配信の概要欄に貼ってますが、番組の最後にもですね、ちょっと今まではさらっと終わっちゃってたので、運営コメントでもご案内しようかなと思っております。はい、ぜひ、こちらご覧ください、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、はい、もう行っちゃっていいですか、最初のコーナーいいですかね。今コメントちなみにザザザザザと見ておりますが、はい、何か、気になるコメントありましたか。あなんかでも結構アート10選楽しみにしていただいている方とかいらっしゃいますね。はい、ちょっとじゃあ早速、ね、今回も海外の方からのコメントもたくさんいただいてありがとうございます。はい、いいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、たくさんコメントください、うん、はい、それでは最初のコーナー行きましょうか。はい、はい、じゃあスライドお願いします。はい、最初のコーナーはですね、カレント楽曲リコメンドのコーナーです。このコーナーではクリプトンが運営するボカロ楽曲レーベルカレントで配信されている曲の中から毎回テーマに合わせておすすめの楽曲を紹介いたします。はい、ズバリ今回のテーマは
紅葉を見ながら聴きたい曲です。はい、それではお楽しみください。どうぞ、はい。いいですね。いいですね。いいですね。前回、はい、夏の曲だったじゃないですか。はいはいはい。またね、全然雰囲気が違いますね。前回と本当にガラッと。もみじ狩り行きたいって思いながら聞いてました。いや、行ってください。いや、その辺いっぱい落ちてますから。いや、そのぐらい素敵な楽曲ばっかりでしたっていう話をしたいんですよ、私は。ああ、はいはいはい。わかりますか？はいはいはい。どういうもみじ狩りが好きなんですか？いやでもやっぱりあの楽曲の中にも多かったようなこうちょっとねはんなりとしたというかねこうなんていうんですか赤と黄色に色づく葉がこうたくさんあってそれがこう一枚一枚はらりと落ちてくるみたいなもみじ狩りがしたいです。熊谷さんいかがでしたか？いやそうですねもうねでもほらあれじゃないですか僕ら北海道にいますけど、はいはいはい、もうねあの紅葉始まってますから。そうですね、はい、早いものでね、層雲峡とか北海道のね真ん中ら辺はもうだいぶ紅葉してきてるというふうに
聞いていますがね、日本各地はこれから、ね、10月11月にかけてどんどん紅葉していくのでね、うん、なんかまだまだ皆さん秋のイメージ、秋の印象っていうのはちょっと薄いかもしれませんけどね、うん、北海道にいるともう秋だなって感じますよね。そうですね、皆さんも ねぜひなんかおすすめの、うん、ね、あの紅葉と一緒に楽しみたい曲コメント欄とかで教えてください。そう、なんかそんな中でこう、うん、聞くとすごくしんみりしていいなっていう名曲揃いでしたね今回は ね本当に、はい、そうですね、なんかあのコメントでも結構、うん、あのお住まいの地域の秋っていうか今の状況について書いてくださってまして、そうですね、秋は感じますだけどこっちはまだ暑いですとか、そう、海外の秋事情を知りたいですよね。どうなんですか ねどんな感じなんでしょうね。う、結構日光は色づいてますよとか、北海道寒そうとかとかコメントいただいてます。そうですよね、秋がねそもそもない国もありますからね、うんうん、あったかい国とかはね、夏か冬かみたいな、うん、そうなんですよ、いいです ね秋を楽しむ、ね、日本にいるとね四季を感じられるっていうのはすごくいいことだなと思います。贅沢ですね。はい、はい、まあ、皆さんど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 んそんな感じであのコメントしていただきながら一緒に楽しんでいただければなと思っています。はい、で本日ご紹介した素敵な楽曲はですね、うん、ボカロ楽曲レーベルカレンタから視聴できるほか、はい、番組終了後のアーカイブでは概要欄にもあの URL をそれぞれ掲載いたしますので、はい、お気に入りの曲あった方はぜひそちらからチェックしてみてください。はい、もうぜひねフル尺でじっくりたっぷり聴いていただければななんて思いますので、はい、よろしくお願いいたします。楽しみください。はい、さあそれでは続いてのコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーはピアプロアート約10選です。新コーナーとなっております。何ですかこのコーナー。はい、このコーナーではですね、投稿サイトピアプロに投稿されたイラストを、はい、まあ、クリプトン社員が決めたテーマに沿って、はい、独断で約10枚選んでご紹介するコーナー、うん、そうなんですよ。あ、でも最初からあってもよかったんじゃないこれじゃあ3回目にして登場するっていうのがまたね、主役は遅れてやってくるって言いますからね。はい、はい、今回はですね、あのスタジオで私たちと一緒にユーザーの皆さんがこうサイトに投稿してくれたイラストを約10枚楽しんでいきたいなと思います。うん、はい、はい、ちなみにこの10枚のイラストはですね、あのコーナーの担当者がおりまして、うん、まあ、コーナーの担当者がそうテーマを決めてピアプロを1枚1枚吟味して、まあ、自分の気になる作品を選び抜いてくれたみたいです。なるほど、厳選された10枚と。そうなんです、約10枚か。なんかどの作品もそうとても素敵なんで、はい、10枚だけじゃちょっと選びきれないみたいな時は、うん、ちょっとはみったりするよっていうところで。なるほど、だから約だね。そうなんです。はい、で今回のテーマはですね、うん、秋にぴったりなイラストということで約10枚選出してくださったみたいです。また秋できましたか。はい、全部茶色い感じですか。いや、そうとも限らない、限らないかもしれませんよ。じゃあ楽しみにしてます。はい、はい、で今回あのですね、ご紹介させていただく作品、うん、制作されたユーザー様のお名前ですね、はい、お名前とタイトルはちょっと私たちが口頭で読んでこうなんか読み方が違ったりとかするとちょっと失礼に当たってしまうっていう。それは失礼だね。そうなんです、はい、なので今回はスライド内に表示をさせていただいております、うん、はい、作品の URL もですね、番組終了後にアーカイブ公開する際に概要欄に記載しますので、はい、興味のある方はぜひそちらからじっくりご覧いただければなと思います。ピアプロの方でね、はい、じっくりじっくり見ていただければと。はい、じゃあいきますか早速。はい、早速それでは、1枚目のイラストお願いいたします。はい、こちらのイラストいかがでしょうか。はい、右下に、作家様のお名前とタイトル表示されております。10月カレンダーですね。はい、なんかすごいほのぼのしてますよね。いいですね、こう読書の秋と食の秋がこう両立する感じですかね。確かにこれに日付入れたら完璧カレンダーだね。素晴らしいです。素晴らしい、はい、続いて2枚目のイラストをご紹介します、はい、これ私ウサギに扮したミクちゃんめちゃめちゃ可愛いなと思ったんですけどね。ずいぶん1枚目とガラッと雰囲気も変わりまして、うん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 、お月様とミク、メガネかけてるのがまた可愛いですよね。うさぎなんですよね、よく見るとね。そうなんですよ、これは十五夜なんで。これはずるいですね。これはずるいです。可愛いですね、はい、続いて3枚目のイラストお願いします。はい、あ、映ってますね。あー、打って変わって思いっきり秋って感じですね。まさにこう、はい、もみじなのかな、これもみじですかね。はい、しかもこれ
事前情報として、うん、なんとあの2009年にこうご自身で描いて投稿していただいたイラストをリメイクしてこう新たに制作して投稿いただいたものです。2009年って言ったら何やってました？いや何してましたかね。そういう深掘りはやめましょうか。はい、すいません。ちょっと昨日の晩御飯も思い出せないんでね。はい。はい、でもすごいですね。もう10年以上前ですからね。いやすごいですよね。歴史感じますね。ありがとうございます。あきみくです、ね、ありがとうございます。はい、では次いきますか。はい、はい、4枚目お願いします。これあのもみじ紅葉を目いっぱいこう使ってこうなんか遊んでるミクとルカ、もみじを使ってにらめっこと、うん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 、これにらめっこしてるのね。うん、そっか、笑いそうになってるルカって感じなのかな。あ、じゃあルカ姉が勝ったんでしょうかね。勝った、どっちが勝ったのかね。なんかそういうところも考えながらこう楽しめるの素敵ですね、うん、いや、いいイラストですよね。さあ続いて5枚目のイラストです、はい、あーもうザお月見ですね。これはリンちゃんめっちゃ可愛くないですか、うん、もう早く食べたいみたいな。食べたくしょうがないね。ちょっと早いかな。でもまだそうですね、もうちょっとついた方がいいね。ミクが頑張ってくれてますね、うん、このゆるい感じがまた可愛らしいですね、はい、さあ続きは5枚目のイラストをご紹介しましょう。はい、ハロウィン、はい、ハロウィン、そう秋、ハロウィンも秋だもんね。そうですね、このイラストなんかあの仮装してるミクと、うん、瞳の上のこのちょっと見えにくいんですけどアイラインがめちゃめちゃなんかまさに小悪魔な感じで超可愛いんですよね。これはやっぱりね、女性ならではの視点ですね。やっぱりなかなか我々こうアイラインの色までこう気づきませんからね。そうね、ぜひでもあのイラストね実際にピアプロで見たら、うん、あのすごい分かりやすいのでぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。そうですよね、なんかこう日本っぽいものが続いてたんで、そういえばハロウィンも秋だよなっていう感想ですね。醍醐味ですよね、うん、いいですね。ごめんなさい、今のが6枚目ですね。6枚目が映っております。はい、ここが折り返し地点でございました。はい、じゃあ次いきましょう。はい、気を取り直して7枚目ご紹介いたしましょう。はい、これもハロウィン的な感じですね。そうですね、はい、ハロウィンなクリプトンズ、はい、はい、可愛らしい全キャラ大丈夫ですね。これ仮装がそれぞれあのスタイルが違うんですよね。そうだよね、なんかいろいろ仮装してるよね。そうなんです、ルカなんてこう人魚だったりするしね。これもすごい面白いな。なんで思い思いの仮装しててすごい可愛いですね、うん、いいですね。さあ続いて8枚目ご紹介しましょう、はい、あ、なか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 ですねこれは。そう、打って変わってなんかちょっぴりダークな雰囲気かなっていう気もするんですけど、はい、まあ楽しげな雰囲気もあり、面白いね、でもね、これね、そうなんですよ、なんか踊り出したくなっちゃうなと思いました。相当いいことあったんでしょうね。かもしれないですね、はい、宝くじでも当たったのかなこれ。さあ続いて続いてどんどん、ね、次9枚目かな。9枚目ですね、はい、9枚目ご紹介しましょう。はい、あー、これももみじってテーマそのものですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。髪のグラデーションとかすごい綺麗ですね、うん、これね、そうなんですよ、うん、ちゃんとなんかこう秋の色に染まってるっていうことなんですね、うんうん、ツインテールがなんか赤の透明感とかこう透き通ってる感じがすごい素敵だなと思いました、うん、すごい幻想的ですね、うんうんうん、さあ、はい、9枚目ご紹介させていただきましたが、はい、次は10枚目のイラスト、はい、ね、あと2枚ですね、はい、はい、お願いします。あら、かわいい。魔女、はい、なんかすごいかわいらしいですね。なんかコミカルなタッチで、うん、うん、ネギに乗ってますね。あ、これネギなんだね、ほうきじゃなくて ねネギ型のほうきかもしれないですね。ほうき型のネギ、ほうき型のネギ、ネギ型のほうき、どっちだ。どっちにか。なんかすごいね、あのポップなタッチですごい、うん、デフォルメ、いや、めちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですね、はい、なんか絵描きにして送りたいですね。うんうん、あ、はい、いいですね、ポストカードとかにちょうどいいかもしれないですね、はい、さあそして次が最後になると聞きました。はい、11枚目約10銭なんでね、はい、11枚目こちらです。あら、うん、誰だこれ。え、これ誰だ。これはあれですよ、これ誰だ、全然アイドルですよ。
ゆきみくちゃんのペットですよ。ゆきみくちゃんのペット、そうですよ。ご存知ないですか、ラビットゆきね。知ってますよ知ってますよ、もちろん。いやもうほら、もうコメント欄がちょっとびっくりしてますもん。誰だわ草とか。知ってますよ、ね、皆さんの方が雪ねって言ってくの早かったですからね、熊谷さんより。いやいやいや、もう全部僕 T シャツ持ってますから、雪ねの全種類持ってますから。まあなんか読書しながらね、こういろんなリアクションしてるんでしょうね、本からこう、はい、本を楽しんでる雪ね、すっごい可愛いですよね、うんうん、ということで、はい、あっという間ですね、はい、このコーナーあっという間でした。ピアプロアート約10選、今回は結局何、11枚だったの。あ、そうです、そうか、約なんで間違ってはないですけどね今回あの秋にまつわるイラストのうち11枚ご紹介しました。皆様いかがだったでしょうか、はい、これ選ばれるにはどうしたらいいんだろうね。なんかテーマとか、あのテーマは、ね、事前にね、そう、事前にテーマが分かれば一番いいなとは思いつつ、うん、今のところあの担当者があの私たちとは別にイラストを選んでくれる、そっか、あの人がいるので、その人が、あ、これがいいんじゃないってなったテーマでピアプロ1枚1枚見ていい。でもさ、今月秋やっちゃったらさ、はい、来月とかどうすんだろうね。何がいいですかね、逆に10月末ってなんだろうね。うーん、難しいね。そうですね、うん、逆になんかこういうイラスト紹介してほしいみたいな、あー、テーマとかね、逆に皆さんからいただければね、はい、アンケートフォームとかコメント欄とかぜひ書いていただければなと、うんうん、そう、あ、そうなんですよね、時期的にはね、ちょうどハロウィンだったりするんですけどね、うん、うん、ちょっとまた面白いテーマ、もしかしたら ね、もう一回秋第2弾あるかもしれないですね、はい、はい、ということで、あっという間ですね、はい、そうなんです、楽しかったですこのコーナー、ぜひ。いや、これめっちゃいいですね、うん、あのこれからもピアプロに投稿いただいたイラストこのように番組内でご紹介させていただくかもしれませんので、はい、ピアプロへの作品投稿もたくさんお待ちしております。はい、あ、コメントねいただいてますけどね、はい、運動会ってコメントあるんですけど、いいですね、これね、全国的には多分秋運動会じゃないですか、うんうんうん、こう北海道的にはね秋じゃないんですよ、運動会。そうなんですよね、夏なんですよ、だからなんか変な感じしますよね、うんうん、まあでもいいかもしれないですね、そう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 、運動スポーツね、これね、北海道あるあるなんですよ。そう、運動会が6月ぐらいにあるんですね。そう、多いんですよ、秋寒いんで、もう、ああ、はい、そういうことか。そうなんですよね、マジカル未来がいいと思う、あ、思いただきますね。そうですよね、いいですね、うん、マジカル未来、ね、ありますから、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、まだまだ番組続いてまいりますよ。それでは、はい、次のコーナーいきますか。はい、いいですかね、続いてのコーナーこちらです、はい、スライドお願いします。はい、初音ミクをテーマに創作活動を行うクリエイターさんの魂のインタビューをお届けする企画、名付けてクリエイタートークです。好評のこのコーナーですね、はい、そうなんです。今回は 3D モデラーのプロフェッショナル、お、株式会社具現化の方になんと生中継でご出演いただくことになっております。なんと、はい、3D モデラーですか。そうなんです。なかなかね、普段そういう話、書く機会もないのでね、なんかどんな話になるのかすごく楽しみですが、その前にこれちょっと紹介してもいいですか、はい、ジュース、あ、してください、してください、ぜひお願いします。これ何ですか。これなんと前回クリエイタートークに出演いただいた橋本漆芸さんが、はい、なんと今回そうなんですよ、放送の差し入れとして、はい、お送りくださいました。ありがとうございますね、あの和歌山なんでね、はい、橋本漆芸さん、これ和歌山のジュースをいただいたんですよね、うん、そうなんです、あの美味しく水分補給させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あとでじっくり飲ませていただきます、はい、ということで、はいはいはい、はい、クリエイタートーク、はい、戻りましょうか。今回は具現化の方にご出演いただきます、はい、それでは早速ですが、もう繋いじゃいましょうかね。はい、具現化さん、聞こえますでしょうか。ありがとうございます。改めまして、株式会社具現化のお二人にご登場いただいておりますが、はい、お二人から簡単に自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ではまあ先ほどあのご紹介いただいた部分とちょっとかぶってしまうんですけども、はい、株式会社具現化では、VR 空間上で定期的に開催されているミクランドのプロデュースや、ミクランド公式の初音ミクさんとメインワールドのモデリングおよびデジタル商品の制作と販売を担当しております。イベントのプロデュースは、CEO の三上さんが
ミックランド公式ミックさんのデザインとモデリングは、具現化の CG アーティストの五十嵐さんが担当しています。私と、三林さんは主にワールドの制作の方を担当しております。すごい、まさに 3D モデラーのプロフェッショナル集団といったような会社ですね、うん、そうなんです。今回あの具現化さんの、まあ、3D モデルっていう側面での創作活動の源ですとか、まあ、ルーツを詳しくお伺いしていきたいなと思っております。はい、短い時間とはなってしまいますが、そして最初にトラブルはありましたが、すみません、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。声大丈夫そうですか、ね、うん、大丈夫そうですね、はいはい、ちなみにあの今回今ですねピアプロ TV というあのクリプトンの YouTube の配信企画で放送させていただいておりまして、これ結構恒例の質問になるんですが、三林さん、そして、石田エイトさん、普段 YouTube ご覧になられますか？はい、YouTube 動画視聴というよりはもっぱら作業用 BGM としてお気に入りの曲を流している感じですね。でもあの手書きの MV がすごい好きなので、あのふとこう作業中にこうチラッと画面見たりして、そういったもの流れてると手がちょっと止まりがちになったりとか。わかります。そうなんですね。いやでもすごいわかりますよね、その気持ち、うん、YouTube 流しっぱ基本ですもん。石田さんはいかがですか？そうですね、私は以前はよくそのバーチャル YouTuber の皆さんの動画の動画とか配信とかを見ていたんですけど、まあ最近は結構そういうのはちょっと少なくなってきて、勤務中に BGM として好きな曲を流していることが多いですかね。やはりお二人ともそういったこう息抜きといったような使い方をされているということですね。はい、いやそうですか。ちなみになんかどんな曲聞かれるんですか？お二人とも結構作業用 BGM みたいな感じだったので、そのたまたまなんですけど、我々二人ともいわゆるリズムゲームが好きなので、そのプロジェクト以来プロジェクト世界とか、まあ、ディーバとかの曲も聴きますし、まあ、あとはその他の、まあ、リズムゲームに関する曲を流したりだとかっていうのが結構あるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうそんなね嬉しいこと言っていただいたところなんですが、です、ね、早速いいでしょうか。もういろいろともお話し入る、はい、聞いていきましょう。早く聞きたいんで、はい、であの今回生配信となってますので、はい、YouTube の皆さんからのコメントでの質問や、まあ、具現化のお二人にぜひ伝えたいことなどありましたら、まあ、熊谷さんもね、そして画面の向こうの皆さんもどしどしとお寄せください。はい、それでは早速なんですが一つ目の質問させていただきます。はい、お願いします。お二人はミクランドを作る際はこうどのようなご担当をされておりましたでしょうか？はい、ですね、私たちが今いるこちらのパラソルビーチといったステージと、あとファンタジーの深海をイメージしたマーメイドステージという2つの会場のデザインと、3DCG データの制作を担当いたしました。で、まあ、それを受け取って、私の方で、まあ、データの調整を行いながら、会場にトラップ外なので太陽光とかの光源を配置して、より実在感を与えるために、まあ、そういった光と影の表現を加える等の最終的な実装部分を主に担当しておりました。で、他にも、具現化として前回の冬のミクランドにありましたスノードームイルミネーションの制作だとか、あとはメインのエントランスの部分、ゲート前のメインエントランスや各ショップの制作を建築事務所さんの方と一緒に担当しております。建築事務所さんと一緒に、もうなんか聞いただけでめちゃめちゃ大変そうですね。いやお二人ともすごいですよね。 3DCG データの制作してそれを持ってこういろいろと演出加えられるっていう、まさにこういろんな人がいてこのミクランドっていう素敵な空間が出来上がってるんですね。なんかちょっとこれ2つ目の質問になっちゃうかもしれないんですけど、お二人がこう、はい、そう今やられてるいわゆる 3D クリエイターになろうと思ったきっかけみたいなところも、もしよかったらお話聞かせていただきたいです。
あ、じゃあ私から、私あれですね、2017年の年末あたりからいわゆるそのバーチャル YouTuber って言われる方々が出てきたと思うんですけど、はい、まあ、そういう人たちの影響をすごい受けて興味を持ったのが最初でしたね。でその後その趣味として、まあ、大きな VRSNS があってそちらにのめり込んで、そこで使うために独学で3D いろいろ触りまして、で、まあ、趣味が高じた結果今に至る感じですね。ということは本当に3年4年ぐらいなんですか実際。そうですね、実際に触り始めたのは2018年の6月とかなんで、ちょうど3年プラスアルファだったぐらいじゃないかなと思います。3年で仕事ができるようになるんですね。なりましたね、私もびっくりしましたけど。めちゃめちゃ夢ありますよね。いやでも私の方も、はい、あの元は別の仕事をしていたんですけども、はいはい、で CG って言われても、うん、なんかこうどう作ってるのかなとか全然わからなかったんですよ。なんですけど、でなんかゲームとかでよく見かけるリアル的な表現のものばっかりなのかなとかなんとなく思っていたんですけど、あのブイエンカーに来てから、あの結構アニメ調のモデルとかそういう表現の CG も多く目にするようになって、あ、こういうのを作れるようになりたいなって思って、あの目指すきっかけになりました。すごいですね。いやなんかあの2人のお話聞いて CG のことは知ってる、うん、私もそうだけど、それがどのようにできてるかとか、こうどうやって作るんだろうみたいなところから、なかなかこうなんかでもハードル高いのかななんて思うことも多いので、いやイメージできないよね。そうなんですよ、うん、でもねやっぱり、3年ぐらい多分めちゃめちゃ頑張られたと思うんですけど、3年ぐらいで本当仕事ができるぐらいまでなるっていうのはなんかすごい世界だなっていうのは思いますね。素敵ですね、うん、なんか本日はそしてそんなお二人にミクランドのこう 3D 空間が、その私たち 3D のことが本当に全くどうやって作るんだろうみたいな初歩的なところなので、ミクランドの 3D 空間がどんな工程で作るのかっていうのをなんと教えていただけるとのことで、レクチャーをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、了解でしたら、ちょっとまずあの上に名札があるんですけど、こちらが邪魔になってしまうので一度片付けさせていただきます。片付けられるんですか。すごい。名札が、あ、名札がない。すげえ。すごい。はい、映ってますでしょうか。あ、バッチリ。もうすごいすごい。すごい。はい。何ですかこれは。ミクランドですけど、まずミクランドのテーマを聞きまして、はい、それに沿ってイメージを膨らませて、こんな感じのメモ書きのような形で少しずつ具体的な形に近づけていきます。おこれも手書きのメモですね。もうそうです、これ本当に最初の頃の、はい、すごい、あの案出しの段階の、はい、もう下に思いっきりこの辺に思いっきりいろいろ手書きのメモがあるんですけどこんな感じでちょっとずつ書き直しや書き足しをしながらコンセプトのデザインを詰めていって、こちらになりました。おすごい、めっちゃいきなり詰まりました。まさにこの今後ろに表示されている背景が、そうです、そうです。でこれが前景なんですね。会場のコンセプトのデザインがこちらになります。わ、すごい。で今の時点でもう作る前にだいたい会場のサイズ感なんかをある程度合わせておくっていう感じですね。カラソルを配置していたり。すごい、まあ、今の位置がだいたいこの辺なんですけど、はい、まあ、後ろにバーが見えるよとか、あのゴンドラの大きさはこれぐらいだよとか、だいたいそんな感じでもうここでサイズを決めてしまいます。すごい、はい、え、これは、はい、あ、すみません、あ、大丈夫です、はい、ありがとうございます。こっちです。はい、でその後各空間の詳細なデザインを書いていきます。はい、これはバーカウンターですね。バーカウンター、はい、うん、この会場の後ろの方にちょうど今画像と被っちゃってるんですけど、隠れちゃってますね。ちょっと動かしましょうか。 あそこの、あ、上にあるところ、そうですね、ここがバーカウンターなんですけどそこの詳細なデザインを書いたり、
他にも、はい、はい、お待ちください。よいしょ。これあー、すごい細かいですね。細かいデザインですね。こんな感じのものを置きたいなとか、そういう感じで詳細を詰めていきます。おー、実際この、 あのステージというかこの舞台は何人でどれぐらいの時間がかかったんですか？あ、気になる。どれぐらいかかりましたかね。かかった人数だと 1,2,3,4,5,6,7 人。かなり大人数なんですね。いや、プラス、さらに6人くらい、多分十数人は関わってるんじゃないかなと。すいません、壁の外なんですけど。すごいな。そうですね、いっぱいの人数でみんなで分担しながら少しずつ、もう本当に作るものがいっぱいだったので分担しながら作業してました。ちょっと、はい、次のスライドが来ましたね。あ、これはもう実際 3D のデータですね。あ、そうです、そうです。もうあの詳細なデザインを決めてから、うん、そちらを元にしてマヤやブレンダーといった 3DCG のソフトを使ってこんな感じで立体的な空間を制作していきます。これマヤっていう 3DCG ソフトの画面なんですが、今このなんだろう、色がついてない状態、はい、イラストでいう線画の状態ですね。はい、それでそちらに2、はい、おー、色がついた。はい、で 3D モデルの形状が完成したら、イラストでいう着色の作業にあたる、はい、テクスチャ制作という工程に入って、こっちのテクスチャ制作の作業が完了すると、今見てらっしゃるこんな感じの見た目になります。すごい。で3DCG ソフトでの作業は一旦ここで終了します。はい、よいしょ。で、ここからが、すみません、ちょっと待ってくださいね。ここから先が、Unity というゲーム開発用のソフトでの作業になってきます。はい、変わります。で、まあ、先ほども少し言及したんですけど、はい、こちらの会場は屋外ですので、まあ、太陽光の設定が必要になるんですね。で、まあ、それ以外にもいろいろ影の設定とか細かい部分があるんですけど、はい、そういった照明部分の、作業を進めて、光と影の、設定が完了したものがこちらになります。すごい。やっぱ自然な感じに見えますよね。すごい。これも、ちょっと今はもしかしたら見切れてしまってるかもしれないんですけど、後ろの方に見えてるパラソルの部分を、はい、Unity という、まあ、エンジンで撮影したものがこちらで、実際に、私たちが今いる会場はこの状態になっています。はー。で、他にも、先ほど上の方に見えている、バーカウンターに実は、金属、瓶とか金属製の器とかが配置してあるんですけど、そちらに周りの風景が映り込むように設定をしたりと、まあ、より実在感とか臨場感が増すための工夫もいろいろやっておりますね。はい、で、最終的に、Unity の、このこちらと、これってどこ、下はどこまで見えますかね。あ、そこ、今ど真ん中で見えてますね。そしたら、はい、ちょうどど真ん中で。はい、こちらが、実際にユニティで、少し上の方から撮影したワールドの画像になります。はい、で、コンセプトアート、三橋さん持ってこれますか？持ってきてます。はい、よいしょ。すごい、これすごいですね。これが、まあ、わかりましたという感じですね。すごいですね。やっぱりこう光の具合ってものすごく大事ですよね。なんかこう生々しく見せるのに。あ、今ちょうどこれで2枚見えておりますね。比較のようになっております。わ、なんかよりリアルに見えますね、 3D の方がね。ね、なんか水面の透明感とか空のこう青さとか、そうそうそう、あと岩の感じとかも全然、岩のゴツゴツした感じとかね、うんうんうん、よりリアルに見えますね。なんか両方すごい、最初の段階でもクオリティすごいなと思ったんですけど、こう比べてみるとよりこういいところがブラッシュアップされてっていうのが分かりますよね。うん、
はあ、すごい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。なんかお二人ともこんなこういろいろな作業を皆さんでね積み重ねてこう素敵なワールドを作っていただいてるかなと思うんですけど、はい、こう 3D 空間再現の時になんか意識してることとかって何かお二方ありますでしょうか。意識だとなんだろう、よりリアルな体験となるように私はちょっとサイズ感とかそういったものは結構大切にしてますね。具体的にはどうだろう、これ、まあ、こちらでも、はい、まあ、はっきり見えるんですけれども、やっぱりその光と影というのがしっかり出ると一気に実在感が出てきますので、まあ、やはりそのあたり一番気にして作業はしているかなと思います。そのサイズ感もいわゆるこう実在するようなものに合わせたサイズ感になるようにしっかり大きさを調整していくということなんですね。はい、そうですね。いや、すごいですね。なんか瓶とかもあの今回ちょっと見えていないってことだったんですけど、ぜひミクランドの中に入って見てみたいですよね。うん、ね、いや、ありがとうございます。それじゃあちょっと続いての質問に行っちゃって大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、これちょっとミクランド、せっかくあの今日もあのミクランドから登場していただいてるんで、はい、ぜひ聞きたいんですけど、お二人がミク関連でこう今までで一番思い出深いなみたいな作品ですとか商品ですとか立体物ですとか何かあれば教えていただきたいです。はい、先ほどもちょっと触れたんですけど、はい、昔からリズムゲームがすごく好きだったので、はい、あのプロジェクトディーバシリーズが ものすごく好きで特に思い入れが深いですね。で、今はもう娘がプレイしてて、え、私より上手くなりました。なんと。なんと。じゃあこれ次私言っていく感じですか。いや、なんか嬉しすぎて固まっちゃいました。すいません、すいません。ディーバ、そんな娘さんまでと思ってめちゃめちゃなんか感動して固まってました。すいません。嬉しいです。さあ、いかがでしょうか。あ、したら、私の方だと、これはまあ私自身の話からちょっと逸れてしまうんですけど、はい、あの実は両親が筋金入りのミクさんファンでして、なんと、はい、あの2人だけでマジカル未来にこう足を運んだりするほどなんですけど、そうなんですか、はい、言っていただければ。あの先日、両親が雪ミクさんのドールをお迎えしまして、はい、でなんか現在進行形で我が子のように可愛がっている様子が、あの LINE で送られてきたりしています。それで、まあ、父親が、服の予算を決めたら母がその予算内でどれを買うか決めたり、まあ、ちょっとここではあの語り尽くせないほどに満喫している様子が、はい、伺えますね。いや、そんな中なんかミクランドとかこうミクのお仕事に関わってるみたいなお話をされた時ってどうだったんですか、ご両親。いや、もうそのさすがに なんだ、あのお前もついにミクさんに関われるようになるのかって父親から言われまして、いや私 もう非常に嬉しかったですし、予想外でしたし、いやでも本当にありがたいお話だなと思って、本当に楽しくやっていただいております。あの素敵なご両親とか、なんかもう皆さんからのコメントがすごいいい両親だなとか、私もそう思います。いや、嬉しいですね。なんかお二人のそうなんですね、まさかまさかまさかご両親がこんなにミクファンだとは、ね、そんなことってあるんですね。あとディーバもね、遊んでいただいてもうありがとうございます。はい、そんな中ではあるんですが、まあ、お二人が今後ミクランドというところワールドで、まあ、新たにチャレンジしてみたい空間とかって何かあったりするんでしょうか。そうですね、なんか比較的広いステージを多く作っているので、はい、次やるとしたら例えば、そうですね、それぞれのピアプロキャラのイメージした楽屋空間とかですかね。なんかこう
小さくして並べたらカラフルで可愛い感じになるんじゃないかなとか思います。素敵。なんかちなみにこう大きい、ステージとこう小さい部屋みたいなものを作る上でなんか違う要素とか、なんか違うところとかこう気をつけなきゃいけないところってあるんですか？やっぱサイズ感ですか？先ほども、まあ、サイズ感の話もしましたけど、はい、狭い空間を作ると本当にこう VR で見た時にものすごく狭く感じてしまうこととかあったり、逆にあの広いステージを作るときにサイズ感を合わせていても回るのが大変なぐらい広くなっちゃったりとか、そういうことがあるんですよ。で実際やっぱり簡単に大まかにこうサイズを作って一回確認して、それからまたサイズを調整して細かく詰めていくっていう作業がやっぱり必要になってきますね。なるほど。じゃあやっぱりなんか両方にこうそれぞれ難しさがあるってことなんですね。そうですね、うん、なるほど。石田さんはいかがですか？ですね、私だとその今までいろいろ三菱さんデザインしてこういった、はい、まあ、広い空間とか、まあ、結構リアルに影が落ちる空間とかっていうのが多かったんですけども、はい、私逆にそのミクさんとかそのデジタルな部分に注目してすごいこうサイバーな空間とか作れたら、それはそれでまたなんだろう、味変というか、まあ一味違うものになって、それもまた面白いんじゃないかなと思ってますね。いいですね。楽屋とあとサイバー空間っていう新たなやりたいこと2つお聞かせいただきました。それぞれなんかサイバー空間楽屋とかハイブリッド混ぜちゃいますか？いや、きっとできてきますよ。いや、そうですね、すごい楽屋がうまく収集つけないといけないですね床とかないかもしれませんね確かにどっちも見てみたいですよね、うん、楽しみですね、次回がねいや、もう本当に視聴者の皆さんからもね、すごい愛のあるコメントがすごいたくさん届いてます。あの、楽屋に対してももういいね、絶対可愛いとか、おお、それは面白いとか、うん、あとは、そうですね、あと面白そう、美しいですみたいなコメントとかもいっぱいいただいてますね。さあ、何か皆さんご質問等々もありましたらぜひお寄せくださいね、視聴者の皆さん、お願いします。いや、そうですね、最後にあのちょっともういろいろ本当はもっともっとたくさん聞きたいことあるんですけど、うん、もう時間がね来てしまいそうなので、その前にちょっとこの質問だけはぜひ私からさせていただきたいです、はい、お願いします。あの 3Dに気になるけどやっぱ挑戦してみたいけどまだ踏み込めないなみたいな方ってすごく多いと思うんですね、うん、なのでそんな挑戦したいなと思っている人に何か背中を押すような一言をいただけないでしょうか？はい、そうですね、3D に関する環境で言いますと、今はいろんなフリーソフト、ないしはあの安価に購入できるソフトっていうのが増えてきてると思います。でそういったソフトに関する、まあ、良質なチュートリアルの動画も今は多く YouTube とかにアップロードされてるんで、まあ、独学で、この分野で乗り込んでいくハードルっていうのは昔に比べると低くなってきているんじゃないかなと思いますね。私も 3D の知識はもともとありませんでしたけど、挑戦する意欲さえあればきちんとした情報をネット上で得られる時代になっていると思いますし、具現化では優秀なクリエイターが多いのでいろいろ教えてもらっていますもし興味があればぜひ 3D の世界に飛び込んできてください。お待ちしてます。ね、先ほども名前も上がりましたけどね、ブレンダーなんかも無料で使えますしね、なんかあれでも全然作る経験とかあの創作活動っていうのも十分できますもんねいいですね、俺を雇ってくださいっていうコメントとか来ておりますね。もう熱意のあるファンの皆さんね、見ていただける方にもどんどん挑戦してほしいですよね。ありがとうございます。あ、でここで1個視聴者さんからのコメントを、ご質問があったんですが、はい、サイズ感って実寸よりこう小さくしたり調整したりとかってしますか、というご質問あったんですが、こちらいかがでしょうか？そうですね、最初はやっぱりあのサイズをきっちり測って実際のものと同じぐらいの大きさで作るんですけど、あのやっぱりこう VR 空間に配置してみて実際見てみると、
意外とその自分の手に対して大きかった小さかった、うん、あと作り手が高かったそういったことがやっぱりどうしても発生してくるので、うんうん、そこはやっぱり一回見てから調整してます、うん、なので小さくすることもあれば大きくすることもあります。なるほど。私何も喋ってないですけど喋ってしまいましたすいません。はい、ありがとうございます。ちょっと本当はもっといっぱい聞きたいことあるんですけど、そろそろお時間ですか。お時間になってしまいました、はい、最後にお二人から何かこうお知らせなどございましたら。そうですね、はい、なんかミクランドの今後とかもね聞けると嬉しいですよね。聞きたいですね、はい、ということでお知らせありましたらお願いします。ミクランドの今後はちょっとまだ何とも言えないんですけどまあ、そのミクランドでは VR ならではのコミュニケーションを大切にしていて、まあ、そこで必要になるアバターを手軽に作ることができるメイクアバターというアプリとか、他にもさまざまなデジタル商品を取り揃えたまあホロモデルというアプリを具現化が制作しております。で、一部ミクランドと連携して遊べる部分もありますので、まあ、また次回以降とかで、ね、開催されることがあったときに連携しているようでしたら、ね、そういった部分も楽しんでいただけると非常にありがたいです。ありがとうございます。ございます。それでは、あはい、すいません、今回ですね、事前に具現化のお二人からこうもっともっとその 3D の魅力が伝わるあの動画の URL もいただいておりまして、こちらはピアプロ TV のコメントの概要欄の方に、URL 貼らせていただいております、はい、皆さんぜひご覧いただければなと思います。はい、それでは何か最後になんか一言、締めの一言いただいて、そうですね、具現化さんとお別れいたしましょうか、はい、何かお二人から簡単にメッセージなどありましたらお願いいたします。どうしましょう無茶振りしちゃいました。もう対応してどちらかでも大丈夫です。はい、ぜひぜひ。まあ、VR ってすごいこう店頭に並んでたりするとは思うんですけど、こう実際に被ってみないとわからない魅力っていうのがすごいたくさんあるので、もしそういう、まあ、ちょっと今コロナ禍で、まあ、衛生面の問題もあるんで店頭で VR の、ね、そのヘッドマウントディスプレイをかぶったりっていうのは難しいかもしれないんですけど、体験できる機会があったらぜひとも VR っていうのは体感してほしいと思っています。で、その際はね、もうこちら側にも来ていただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当にいろんなお話聞かせていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。我々、うん、普通に生活してるとね、お聞きできないような話がすごくいっぱいあって、はい、番組見てらっしゃる、ね、視聴者の方も大変勉強になったんじゃないかななんて思います。はい、はい、今後の展開がますます楽しみですね。楽しみにしてます、はい、それでは改めまして、三林さんと石田栄人さん、はい、ご出演いただきました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとドタバタでしたけど、いや楽しかったですね。すごかったですね。 3D で普通にでもねこう会話ができたじゃないですか、はい、もうこういう時代来るね。いや来ますよ、来てるね、やっぱみんな 3D とか VR とか、うん、私なんか VR この前初めて体験したんですよ、はい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 、実はミクランドにちょっとお邪魔させていただいて、うん、でも本当にあの2人がおっしゃっていたように本当に実物のグッズ持ってるような感覚とか、目の前にキャラクターがいるみたいな興奮とか、そういうのはもうなんかやってみないと味わえないなと思ったので、ぜひもちろん 3D クリエイターとしてっていうところもあるとは思うんですが、うん、まあその体験する、まずは楽しむっていうところから第一歩踏み出していただきたいなと思っております。もうさ、なんか次回からさ、はい、アバターでいいんじゃない我々も。あ、いいですね、うん、それでいきましょうか。もうね、アバターでやりましょう。はい、はい、3D モデルね、ちょっと制作、はい、次回まで作っておきましょうそれこそなんか某プロセカのアバターみたいな感じになると思います。もうとんでもないことになるかもしれないけどね楽しみですね、いつかそんな日が来るかもしれないです、はい、かもしれない。
はい、ということで、はい、改めまして、具現化のお二人石田さんと道林さん本当にありがとうございました。さあ、はい、ここからはこちらをお届けいたします、はい、スライドどうぞ。はい、はい、ここからは番組をご覧の皆さんに初音ミク関連情報のご紹介をいたします、うん、まずは初音ミクデジタルスターズ2021コンピレーションのお知らせです、はい、スライドが出ますかね、次の。はい、はい、こちら初音ミクデジタルスターズ2021のイベントテーマ曲スウィーティーグリッチをはじめとした人気楽曲や新規リミックスを収録した初音ミクデジタルスターズ2021コンピレーションが、現在全国各地とオンラインの CD ショップにて好評発売中です。合わせてですね、11月にイベントを控えているデジタルスターズ、うん、フューチャリング初音ミク&グミの CD も現在予約受付中となっております。はい、店舗別特典もあるので詳細はデジタルスターズ公式サイトをぜひご確認ください。なるほど、買うお店で特典が違うってやつですね、これ。そうなんですよ、こちら、概要欄の方にも URL を記載させていただいております。はい、あ、嬉しいですね、ありがとうございます。グミク超楽しみ。そうなんですよね、すよ11月ありますから、ミカンドグミ予約済みの方いっぱいいて嬉しいです。ぜひぜひ皆さん、はい、振るってご予約そして、購入ください。はい、さあ続いてはこちらのグッズのご紹介です。はい、スライド出ますかね。はい、出ました。さあ出ました、こちら、100円均一ショップに、初音ミク、鏡音凛、鏡音蓮、めぐりねるか、めいこ、カイトラ、ピアプロキャラクターズのグッズが9月下旬から登場します。登場します。はい、もう9月下旬だから出てるのかな、出てるかもしれない、かもしれない。はい、出た。ピアプロキャラクターズのグッズがステーショナリーや雑貨をはじめとした多種多様なラインナップで100円均一ショップに登場です。こちらですね、キュートなデフォルメイラストのミクミクフレンズとスタイリッシュなピクトグラム風デザインのミクトグラムの 2シリーズ展開となります。うまいこと言ったね。そうなんです、ミクトグラムミクトグラムいいですね。登場する商品のラインナップも今回ちょこっとだけご紹介させていただきますよ。はい、はい、まずミクミクフレンズのシリーズからですね、うん、こちらはクリアフォルダーやウォールステッカー、クリアシール、アクリルプレートなど可愛いグッズが目白押しとなっておりますよ。リングノート付箋、スマートフォンリング、はい、これ実用性抜群ですね。いや、いいですよね。いいですね。さらにですね、はい、ミクミクフレンズシリーズはまだグッズが盛りだくさんなんです。まだあるんですか。はい、今出ておりますかね。はい、ドドンとこんな感じになって、めちゃめちゃいっぱいありますね。そうなんです。何これ、ポーチだけでいっぱいあるの。これ形がね3つあるんですよ。すごい、3種もあるんだなんか自分の好きなのに合わせて買えるのでありがたいですよね。フラットポーチの中にシンプルミニポーチとダブルファスナーポーチ入れて持ち歩いてもいいですか。あ、全然もういいですよ。いいですか、ポーチインポーチしていいですか。いいです、ポーチインポーチインポーチで大丈夫ですよこれ何入れようかな。いや、なんかケーブルとか、ケーブル、あ、いいですね、はい、まとめたいですね。ケーブルいっぱいあるんでケーブルとか充電器とか、いや、もう今から何買おうか考えちゃいますよね。何入れようか考えてます。そう、いいですね、はい、で、なんかそんなポーチにもつけれる缶バッジとかラバーキーホルダーとか、まあ可愛いイラスト目いっぱい堪能できるようなグッズもあるので、うん、ぜひこちらも手に入れていただきたいなと思っています。そしてピクトグラム風デザインのミクトグラムも大注目です、うん、こちらですね、ミクトグラムのラインナップこんな感じになってます、さりげないキャラクターのピクトグラム風イラストがデザインされていて、普段使いにすっごい最適になってます。そう、見えにくいんですけどめちゃくちゃ可愛いんですよこれ。あ、これクッションケースもいいね。なんかいろいろ入れられそうだね。いいですね、スマホとかタブレットとかとか、なんか2種類入れてるので。あ、いいですね、はい、でしかもこれ100均だって話だから。そうなんですよ。お買い得なんですかやっぱり。さようでございます。こんなにとびきり可愛くておしゃれなんですが、価格なんと各110円。ありがとうございます。ありがとうございます。もう全部買います。全部買いたいです。私も全部欲しいです。はい、で、皆さんもね、発売予定日、2021年9月下旬から全国の100円均一ショップにて順次発売となっておりますので、はい、ぜひお近くの100円均一ショップチェックしてください。あったかな、100均近くに。
ね、ちょっと明日とか巡りたいですよね。巡りましょう。はい、はい、ぜひ皆さんもゲットしてください。さあ、お買い得ですね。いや、お買い得ですよね。コードクリップ、コードをなんかまとめるやつね。コードまとめてさっきのポーチに入れて持ち歩くみたいな。何まとめようかなこれで想像もう膨らみますね。結構皆さん、あの100均見に行っていただいた方もいらっしゃるみたいで、まあ、すでに完売してる商品あったよとか、ビッグフォーラムの方いいなとか、はい、急がないと番組終わったら。そうですね、うん、ちょっともうこの時間は閉店してるかもしれないんですけど、明日とかね、やってる探しましょう、頑張って、はい、そんな無茶を。さあ、続いてのお知らせを、はい、ご紹介いたします。はい、噛んじゃいましたご紹介いたします。はい、熊谷さんからお願いします。はい、これ私ですね、はい、先日9月17日ですね、なんとあのミクダヨ10周年迎えました。わー、おめでとうミクダヨ。すげえ、これ神々しいですねこのスライドがねはい、でそんなね、あのミクダヨさんなんですけど、はい、あの本日はグッドスマイルカンパニーさんからですね、はい、ミクダヨ10周年企画のご紹介あります。さまざまな、記念グッズやイベントが展開される予定となっております。はい、で、まずはですねこちらのグッズから紹介いたします。どうぞ。はい、はい、まずは画像向かって左のネンドロイドミクダヨ、うん、テンスアニバーサリーバージョンですね。すごいねこれ、あのなんだっけ名前出てこねえや、胸にかけるやつ。えこれなんて言ったっけ。えタスキのことですか。タスキだ、タスキ、タスキすごいタスキ、なんか書いてますね何やらね。チケット譲ってくださいって書いてるよあの2021年9月17日に10周年を迎えるミクダヨですね、はい、こちらおなじみのネンドロイド本体に加え、なんと10年間の思い出をオプションパーツにしたリニューアル版としてネンドロイド化いたしました。すごいね。これ中トロかなオートロかな、どっち。あ、これはですねなんとオートロボタン。オートロか。はい、オプションパーツはですねミクダヨ焼き、ミクダヨデラックスぬいぐるみポーチ、うん、オートロボタン、チケット譲ってくださいボード、正座用下半身、半端ないね、タスキ、過去タスキ用シール付きが付属する超豪華仕様です。マジっすか。めちゃくちゃ可愛いですよね。これ買わなきゃ。思い出がもうギュギュッと詰まっておりますから。来年6月なの？そうなんですよ。待ってないな早く出ないかな早く欲しいですね、はい、じゃあ熊谷さんからちょっと貯金箱についてご紹介いただいてもいいですか。いいですよ。はい、続いてねこれ右側ミクダヨ貯金箱なんですけど、はい、これねみんなのお金はミクダヨが守ってくれるって書いてますけど何かって話ですよねこれねなんとあのお金をこう置くとですねあの警戒の警戒音とともにですね、はい、ミクダヨが出てきて お、はい、お金の中に保管してくれるというようなですね、はい、面白い貯金箱ですよ。かわいいですね。はい、でねこれオプション、これもオプションあるんですよね。はいはいはい、はい、オプションはね、貼ってよし、うん、普段使いしてもよし、うんですね、シール5種類ついてます。あーなるほど、この正面についてるシールとかに貼るんですかね、はい、そうなんです。しかもね、うん、これねボーナス音源、何ですかボーナス音源、ボーナス音源として、はい、あのビッグヘッドさんのですね、はい、ダヨ2019バージョン、うん、これが収録されたね、うん、特別仕様のアイテムを一緒に釣ってくる。えめちゃめちゃ豪華じゃないですか。半端ないですね。ボーナスどころの騒ぎじゃないですよね。やばいっす、やばいっすこれね待てないんですけどね、やっぱり2022年の6月発売、はい、そして2021年の11月24日からですね、はい、これグッズスマイルオンラインショップで受付開始となっております。うん、おもう忘れずにリマインダーセットしててください。はい、わかりました。はい、あのこう21日20違う21日までです、ね、まで今もう予約をしてますね。やってるね、はい、じゃあ今すぐ予約してください、はい、予約お願いします、はい、24日までにね、はい、今すぐ ね、はい、あのコメントが結構面白くって、はい、ダヨが結構盛り上がってるんですけど、はい、まあ、圧倒的わがままボディみたいなところから始まり、気になるよね貯金箱ではあのお金奪われるんじゃない大丈夫みたいなコメント結構来てますね。わかんないねこれ、帰ってこないかもしれないねお金ね。いやもうみんなのお金守ってくれますかね、帰ってくるといいなちゃんと帰ってくるといいね。でもたまるんじゃないですかお金すごいねこれで。いやそうですね、はい、はい、ぜひぜひチェックしてください。はい、もう今すぐ予約してください。はい、はい、そしてこんな素敵なイベントも開催中なんですよね、うん、はい、ミクダヨ10周年フォトコンテスト、これも開催中になっております。はい、スライド出ましたね。はい、はい、あなたの思い出のミクダヨフォトで10周年を盛り上げましょうと。お、はい、入賞者にはなんとですね金のミクダヨ銀のミク、どういうことだろうこれねなんかあのお菓子の缶詰みたいだよね、はい、金のミクダヨと銀のミクダヨが進呈されると
で、その他に、豪華アイテムもらえるチャンスがあるということですので、なるほど、はい、皆さん の写真フォルダをぜひ覗いて、はい、何かミクダヨにまつわる思い出の写真を探し出して、うん、はい、ぜひこれね、ハッシュタグつけて応募する形ですかね、はい、思い出はね、はい、今からでも作れますからね、はい、今からお手元のね、なんかミクダヨ、うん、ね、なんか思い出があればね、作っていただいても構わないんですよね、多分。そうなんですよ、はい、これね、インスタとツイッターでやあ応募できますか。浜子さんがコメント欄になんと超豪華景品なので皆さん投稿してくださいとのことです。本物ですかこれ。本物ですか。本物ですか。すごい本物ですよね。おおお、すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、初音ミク、今固定しましたから、しっかり、はい、浜子さんの投稿。すげえ、ありがとうございます。参加方法なんですが、まずグッドスマイルカンパニー公式ツイッター、はい、もしくは公式インスタグラムをフォローしていただいてから、うん、専用のハッシュタグ、ミクだよ点数フォトコン10周年フォトコンをつけて、はい、ツイッターかインスタグラム、そのフォローした方いずれかに写真を投稿するだけとなっております。はい、はい、応募期間がね、結構10月11日月曜日の23時59分までと、もうちょっとですね、はい、ちょっと迫ってきておりますので、急がなきゃ、はい、お早めに。なんかあったかな、俺探して応募してみてください。ちょっと、うん、応募してみます。ちょっと金のミクダヨを振るってご、はい、欲しいんで、ね、欲しいですよね、はい、欲しいです。豪華ですよね。ありがとうございます。皆さんもぜひお早めにご応募ください。はい、で、これらですね、ご紹介した各グッズ、キャンペーンなどはですね、ミクダヨ10周年特設サイトございますので、そちらの方でぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、URL は出ますかね、これ。あ、貼って、はい、今運営コメントの方で貼らせていただきました。はい、出ましたね。こちらからチェックしてください、はい、どんどんチェックしてください。概要欄にもね、記載してますかね。ちょっとなかったら入れますが、はい、入ってると思います。はい、信じてます。きっと入ってるでしょう。はい、はい、さあ、そしてどんどん参りましょう。はい、続いては初音ミクシンフォニーフィフスアニバーサリーバージョンに関するお知らせです。はい、こちらはですね、ミクシンフォニー2020年フィフスアニバーサリーのですね、メインビジュアルを、スケールフィギュア化しちゃいました。で、今回ですね、イラストレーターレラさんの描く幻想的で美しいビジュアルイメージをそのままに立体化しております。で、今回ですね、これ蓄音機をイメージしたドレス、はい、なってますか、それのクリアパーツ、パールゴールド縫い装、繊細に仕上げております。いや、もう透明感伝わってきますもんね。すごいですね、これ。このなんか透明感とこの金の、なんでしょう、交わり、すごくないですか。すごいです、はい、なんか高級感とかリッチ感とかもなんか蓄音機の質感がすごい伝わってきます。これしかもね、こう写真見ていただきたいんですけど、この目を閉じてるバージョンに加えてですね、この右側の写真の優しく微笑む笑顔バージョンも合わせて付属する豪華仕様となっております。めちゃめちゃ豪華ですね。はい、ぜひね、この繊細な髪の流れとか手足の様子を注目しながらですね、皆さんうふうと眺めていただきたいなと思っております。はい、はい、で、これね、台座部分なんですけど、はい、実はこう引き出し式になっていて、オルゴールついてきますので、このオルゴールを収納できるようになっていると。なんとそんな、すごくないですか。そんなこといいんですか。そうなんですよ。なので、ぜひね、この初音ミクシンフォニーの特別なスケールフィギュアをですね、皆さんのお手元でもお楽しみいただければなと思っております。はい、はい、で、これはですね、2023年の1月販売予定となっております。ちょっと先なんですけど、はい、で、こちらも、グッドスマイルオンラインショップで先行販売受付中となっております。嬉しい。で、受付期間は、11月24日まで、はい、あと1ヶ月ありません。違う、2ヶ月ぐらいか。はい、ありますけど忘れるので今すぐ予約してください。はい、はい、こちらも、詳細サイトから確認していただければと思います。そう、完全受注生産だからね、絶対予約ってコメントもしていただいてます。そうなんです、ありがとうございます。フォローしていただいて、ありがとうございます。はい、ぜひ素敵なので特設サイトからチェック&予約お願いいたします。はい、さあ、続いては初音ミクマジカル未来2021についてのお知らせです。来ましたね。はい、もうすぐじゃないですか。いや、そうですよ、もうちょっとですよ。1ヶ月切ってる。はい、今回はおさらいという意味も含めて、はい、マジカル未来の情報を皆さんにお届けしたいと思います。はい、マジカル未来2000、初音ミクマジカル未来2021の最新情報のお知らせです。はい、マジカル未来は初音ミクたちバーチャルシンガーの 3DCG ライブと創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベントです。
10月の22日金曜日から24日日曜日に大阪会場、11月5日金曜日から7日日曜日に東京会場で開催いたします。今年は登場から15周年を迎えたバーチャルシンガーカイトをフューチャーした企画も実施いたしますよ。それではマジカル未来チケット情報、ライブチケット販売情報のお知らせです。現在東京のライブチケットのプレリザーブ二次受付をチケットピア、ローソンチケット、e プラスにて10月4日月曜日まで実施しております。そして大阪のライブチケットの一般発売も同じくチケットピア、ローソンチケット、e プラスにて開始しております。プレリザーブ二次受付は東京公演のみとなっていますので、お申し込みの際は公式ウェブサイトやチケット販売ページをよくご確認の上、ご希望の公演にお申し込みください。チケットの販売スケジュールなど詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。続いてオフィシャルアルバム情報です。9月29日水曜日に初音ミクマジカル未来2021オフィシャルアルバムがリリースされました。コスモアット暴走 P さんによるテーマソング初音天地開闢神話やレンジさんによるカイト15周年を記念した楽曲レイニースノードロップ、その他ライブで披露される予定の楽曲を収録した限定版となっております。こちらライブチケット抽選に応募できる封入特典や店舗特典もありますので、皆さんぜひ手に入れてくださいね。結構コメント欄でもCD 手に入れたよっていうコメントもいただいておりますが、はい皆様ぜひこちら手に入れてください。そしてクリエイターズマーケット情報やワークショップ情報などイベントの情報も続々お届け中となっております。クリエイターズマーケットではですね、好きなクリエイターから直接音楽を購入できるチャンスです。参加サークルリストがなんと公開されましたので、今のうちにチェックしてください。毎年恒例のワークショップは今年はオンラインでもお楽しみいただける内容も準備しております。ふるってご参加ください。さらにですね、9月26日日曜日に東京 MX で放送されたマジカル未来2021の情報をいち早くお伝えする事前特番、初音ミクマジカル未来2021今年も絶賛制作中が10月17日日曜日の23時59分まで MCAS で配信中となっております。こちらパソコン、スマホから視聴可能となっておりますので、見逃してしまった方、もう一度見たいという方はぜひ MCAS でご覧ください。はいはい、この他ですね、マジカル未来の最新情報は公式ウェブサイト、SNS などでお届けしておりますので、詳細はマジカル未来2021で検索してください、はい、そして今公式ウェブサイトの方もコメント欄に表示させていただいております。こちらもぜひ、ご覧ください。はい、ということで、ですね、今回も冒頭にもお伝えした通りプレゼントアンケート実施する予定となっております。はい、アンケートフォームから感想やこんな企画やってほしいといったご意見たくさん送ってください。はい、抽選で今回も5名様に初音ミクグッズセットをプレゼントいたします。はい、はい、あとね、アイロン係の方はそちらのコメント、ね、URL まで募集、はい、応募していただければなと思います。出ますか URL？ 出ませんね。はい、はい、ちなみにこれ余談なんですけど、はい、今後アンケートフォームにこう寄せていただいたご意見をもとに、うん、まあ、新コーナー企画を考える新コーナーをやろうかなって私思ってるんですよ。どういうことですか？いや、なんか新コーナーを考える新コーナー、そうです、新コーナーを、それ絶対うまくいかないと思うよ。新コーナーを考えてるところを放送でもうコーナー化しようかなと思ってて、なんか体張るコーナーとかでもいいの？熱い熱々のたこ焼き食べるとか、あ、まあまあ企画して検討するコーナーなんで、まあ、全然大丈夫ですよ。熊谷さんがやってくれるんですかね。で、まあこれは真剣に考えて応募していただいてもいいですし、まあ大喜利的なね、熱々とかそれこそちょっとクスッとくるような企画でも全然大丈夫ですので、皆さんの知恵とセンスぜひお借りしたいなと思っております。お貸しください。はい、でもね、一応こう創作を応援するっていう番組ですからね、うんうん、ちゃんと番組のコンセプトに沿った企画にしていただきたいなと思います。はい、はい、みんなでちょっと面白いピアプロ TV 育てていっていただきたいなと思います。なんかピアプロ TV がね、いいですよ、もう真面目に、いや、そうですね、まあ、楽しくね、真剣に楽しくね、はい、いつでも全力投球と、はい、はい、ぜひぜひ、はい、お願いできればなと思います。硬派な番組ですからね。はい、そうですね、運営コメントにアンケートフォーム出ますでしょうか？ URL ご案内できますでしょうか？はい、今流していただいてます、はい、ありがとうございます。アンケートフォーム、はい、今流しています。初音ミクのコメントですね、はい、HTTPS ですね、はい、すらすらセレクト
ハイフンタイプ読まなくていい大丈夫です、うん、はい、皆さんタップしてください、はいはいはい、でアンケートフォームの回答がですね、放送から1週間となっておりますので、はい、この後もしよければぜひお忘れないうちにね回答いただければなと思っております。明日だと忘れるんで今やってください、はいはい、ぜひお願いいたします。はい、で、ツイッターのハッシュタグピアプロ TV シャープピアプロ TV でもたくさんの感想をお待ちしております。実はちょっと今回時間の都合上ご紹介できなかったんですけど、うん、何やらピアプロ TV のイラスト描いてくださってた方もいて、なんとちょっとねそこら辺もね随時ねまた4回目以降とかからはご紹介したいななんて思ってるので、そうですね、はい、どしどしご寄せいただければなと思います、はい、ハッシュタグしっかり私たちみんなチェックしております、はい、よろしくお願いします。血眼になって探しますから、ね、はい、探します。ピアプロ TV、はい、あといく書いてくださいね、みんなね、なんか、うん、いいメッセージ書いてください。そうですね、はい、SSL 認証明書は大丈夫、大丈夫ですね、大丈夫です、はい、大丈夫ですよ、バッチリとなっておりますので、はいはい、セキュリティ面も万全なアンケート、はい、ぜひお答えください。はい、はいはい、熊谷さん次回の放送いつですか。次回はですねちょうど1ヶ月後、10月下旬を予定しております。おや、日付はまた、はい、ギリギリになりますけど追ってお知らせいたします。はい、皆さんぜひ。でもね10月末といえばね、うん、マジカル未来大阪ありますからね、うん、なんかどうなることやら、うんうん、楽しみですね。なんかあるのかな、何かお伝えできればいいんですけど、ハロウィンとかも近いですし、ね、あ、仮装しますか。じゃ あいいですね、はい、じゃあ何の仮装するか考えといてください、次回までに。そうですね、はい、何がいいかな、はい、じゃ あもう考える時間は後でゆっくり設けていただいて。あ、今そういう時間じゃない、はい、もう1時間半経ってるんですから、本当にもう、いやでもすごい楽しかったです今日も、ありがとうございます。はい、いやみんなね終わってほしくないってこれコメントいっぱい書いてますよ、はい、そうです、海外の方からたくさん、はいはい、結構トラブルとかも本日あったんですが、うん、皆さん最後までこう温かい目で見守っていただきつつ、楽しんでいただけていたらいいなと思っております。はい、皆さん本日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来月お会いしましょう。はい、次回もピアプロ TV でお会いしましょう。せーの、バイバイ。